ミラン・ビシェバツは、ユーゴスラビア社会主義連邦共和国出身のサッカー選手。F91 デュドランジュ所属。ポジションはディフェンダー。2001年から2003年まで FK バスクに在籍。その後、FK ベジャニや FK ジェレズニクと移籍し、2004年からレッドスターベオグラードに移籍。3シーズン在籍し、57試合に出場した。 2007年からはフランスの RC ランスへ移籍。2008年からはバランシェンヌ FC へ移籍と所属チームを転々としているが、いずれのチームでも主軸として活躍している。2011年に大型補強を進めるパリ・サンジェルマン FC に移籍。当初はレギュラー候補と目されていたが、ディエゴルガーノの加入もあり、出場機会に恵まれなかった。 しかし、12月23日に、アントワーヌ・コンブアレが解任されて、カルロ・アンチェロッティが新監督に就任すると、これまでのセンターバックから、右サイドバックにコンバートされ、クリストフ・ジャレやセアラと併用された。また、調子を崩したママルサコウに代わって、本職のセンターバックで起用されることもあり、新加入のアレックスと抜群のコンビネーションを披露した。 出場は19試合に止まり優勝も逃したが、まずまずの活躍を披露したと言える。新シーズンになると、チアゴシウバが加入したため、2012年8月16日に220万ユーロの移籍金でオリンピックリオンに移籍した。2016年1月7日、マテヤケジュマンの勧めもありセリエの SS ラツヨに移籍した。契約期間は1年半で、 一年間の延長オプションが付帯する。セルビア代表として2006年8月16日のチェコ戦で代表初キャップを記録している。その後遠ざかった時期もあって2010年の南アフリカワールドカップのメンバーからも落選したが2011年からは代表に定着している。ありがとうございます。